はい、皆さんこんにちは、あちでございます。なんだっけ、何でしたかね。太鼓さんね、吉綱さん、吉綱さんだねごめんなさい。やっていきましょう。今日の街寄ったかな。はい、で、ザーですね、で、売却、あ、売る品物ないって、あー、ダメだね。じゃあね、敦賀寄っていきましょう。はい、春宗さんが那須川城を攻め落としました。おー、足なき滅亡した。おー、足なき、じゃあ行きましょう。足なきってどこ、ちょっと待ってね、メッセージで、あ、那須川城。おお、じゃあ那須川城にもう向かいましょう。那須川城ってどこ、あ、ここで見たいんだ、行き先で。那須川城ってどこ、足なけってどの辺だっけ、伊達に落とされたんだっけ。おお、山形、那須ってどこなの、あ、ここか。はい、行きましょう。あれ、今あの人じゃなかった、あ、違うのか、あれ伊達さんか。おお、で、ここの近所だね。ああ、会津の町か。あ、これ黄色だからそうなんだ。ああ、じゃあ人いないかもわかんないね。おい、工作さん。はい、まあ、まず座寄っていきましょう。売却ないです。青そ休暇、ろうそく、もうろうそく硬いね、ほんとね。あと納豆、納豆3巻だったかな、ここ。あ、5巻ダメだ。はい、じゃあ民家。わあ、いっぱいいる。好みも知ってる猪苗代さん。おお、この人か、お師匠様ですかと。まあ、贈り物開けちゃおう。芸術品ね。はい、おお、これはと。はい、勧誘しましょうね。お師匠様が言ってんですからね、来てくださいと。で、大内さん、あ、おご不在かな。あ、ご不在、あ、いたね。お、凛々しい顔してるわ。うわ、いいいいね。お茶しましょうか。おお、小諸城に攻め込んだ。わあ、追っかけないといけない。ちょっと手伝いに行かないといけないね。忙しいそんな上がってないけど勧誘しましょう。できない。あ、もうこう、ちょっと強引に行きましょう。殴っときましょう。あー、ちょっとこれか。あ、違う。まず止血だね。あ、うー、あー、く、忍術がないのかこの人。え、あ、そうか、忍術がないんだこの人死ぬちょっと待って、せめて傷を直しておきましょう。そうか、これ忍術に影響するのかしまった、上限が似て暗いいやー、ふっ、外れだと。いや、もう逃げるしかないね。お、怖い、叱られたら終わりだね。あ、倒した。危ない。はい、お見事と。いやー、私ちょっと勘違いしてたね。勘違いというか、もう甚だしいと。刀剣だね。武具、刀剣。あー、影秀、うん、腹巻きと。あ、これあるわ。古流影光。はい。はい。で、民家行きましょう。どこ行くかなと。あ、まだ上がんないね、この人ね。もう一回勧誘しましょう。あ、来た。で、あなた。あ、不在か。あ、今度会津の町に行かないといけないね。さあ、本拠に帰りましょう。もう増築してる場合じゃないわ。
あいや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 いと、はい、コモルゾに攻めに行かないとね。その前に、はい、帰ってきてますね。おとねでございませんのか、本庄さんね。はい、贈り物しましょうね。芸術品ね。芸術品、はい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 、と、はい、と、はい、白いってと、はい、殿お帰りなさいませ。誰か来たんなと。京都に茶を振る舞おうと思って茶付きに応じましょう。はい、はい、趣味おられた方ね。はい、稼いでくれましたね。あと、妻と話しましょう。はい、所持品鑑定できんの？ほう、できんの私。宝石箱だな。お、価値5ですね。何番？あ、何番物だね。さあ、いやいやいや、休養じゃないですね。表情の間。で、人事、昇進。あ、以上にございます。あ、氏家さん。氏家牧前さんね。それと、お、旧作さん。はい。はい。はい、と。で、ちょっと待ってね。良きは派遣できますか？あ、派遣できる。誰？あ、秀吉さんか。はい。派遣する武将を選びください。まあ、組頭、あ、三雲さん入れとこう。はい。あ、まだいけんのね。ということは次は、足軽大将、水原さん。あ、いい人だ、これ。はい。まだいけんのね。じゃあ次は侍大将。あ、病気の人いるね。星名さん。わ、いいわ、この人も。星名さんも、はい、どうぞと。え、まだ入んの？あ、松永さん。はい。はい、十分な。あ、結構いけたね。秀吉さんが今言ってるんですけど、輸送だね。これ物資を集める。あ、物資集めたらいいかな。指定した城に物資を集めます。戦闘中でない直轄城のみが、うん、はい、七尾城。はい、兵士はいらない。軍資金、これをすると拠点一覧見て、自拠点でお金を見るとゼロになってる。60万集まったけどね、ゼロはまずいな。あら、あ、気のせいか。気のせい？ちょっとお待ちくださいね。はい、すみません。地震来たのかなと思ったんですけど、私だけ揺れたみたいですね。ちょっと家族に聞いたら、揺れてへんでって言われましたんで。じゃあね、輸送しましょう。これ難しいんですよね。はい、タイさん表情で、輸送で、でも直轄地の分配、指定した物資すべての直轄で分配。あ、これ分配ダメなんだよね。輸送先を指定か。で、これが輸送元でしょ。どの城に輸送しますかというんで、決定で、これがね、結構めんどくさいんですよ。1万貫。1万貫あったらいいよね。はあ、1万貫。これをね、ちんまちんまやっていかないといけないんですよ。決定で、あ、今消えてくる。あ、消えてくれるんだね。ここから輸送先、大成寺城。あ、また大成寺城になってる。戻る。いいえ、決定。どの城から輸送なさいますか。で、今度消えてるでしょ。で、これ自分を選んでるのに、また大成寺城になるんですよね、これ。あ、輸送元交換じゃないよね。こうなるもんね。あ、これ前にもぼやいたんですけど、これ一個一個しないといけないのね。あ、でも拠点一覧から選べんの？あ、選べ、いや、輸送元を選ばないといけないんでしょ、これ。飯山城。決定。あれ、飯山城から大成寺城。あ、わかった。
わかったわかった。はい。で、これで、ちょっと待ってね。もう、ほんとね、これね、ちょっと待ってね。ちゃんと見ますね。拠点一覧、自拠点、で、軍事。一番いったでしょ。あ、わかったわ、これ。ほんと。これめんどくさい仕様になってんね。ほんとこのゲームでね、唯一ちょっとケチつけるとしたらここかな。ただ単に私が知らないのかもしれないですけど。だからまずね、これを選ぶんじゃなくて、こっから、こっちにして、で、こうして、で、ここで交換をして、1万貫。軍資金1万貫。こうしたらいいと思うんですよ。で、これで、はいにして、で、どの城から輸送しますかと。で、今度、あ、いや、こうだね。あ、消えないわ、今度。ここ。わ？で、今度はこうにしましょう。で、軍資金がないんで、もういらないのかな？置かなくていいのかな？で、ここで、こうなって、今、こうなってるでしょ？で、これを今度逆転させて、こうか、めんどくさい手順だね。なんかいい方法ないのかな？で、戻って、おやめになりますか？いや、開けてここか。これ本当に、これはおかしいね。本当におかしい。で、ここで、で、決定して、あ、はい、やめて、どの城がここでいいのか。で、こうか。で、これでいいのかな？軍資金1万貫。これすごい手間だわ。かといって一からやり直すのもなんだかねえですしね。で、今度こうして、魚津城、飯山城になってるでしょ？で、魚津城にしたらいいのか。で、やめて、どの城から？この城から。で、あれ？魚津城？次魚津城だね。ん？あ、じゃあ行ってるわ、もう。これ決定にしとかないといけないんだよね。どの城から？で、この城から？あ、で、魚津城か。ほんと使いにくい。どの城から？はい。で、魚津城復活してるんでしょ、これ。で、こっち入れて。あ、今度は行ったのか。あれ？ちょっと頭の中がね、私ちょっとおかしくなってんね。決定。で、どの城からでしょ？こっから。でも次またあっちになってんですよね。あ、ほんで戻ったらいいのか。あ、いや、戻っちゃった。おお。でもこれである程度は配れたんだよね。はぁ、大変。あ、配れたね。あと、飯田と木曽福島と砥石城。飯田、木曽福島、砥石城ね。飯田、木曽福島、砥石城。飯田、木曽福島。もうこれ直轄城の別にお金なくてもいいのかな。はい。飯田。あ、飯田じゃない。飯山か。飯山。あ、飯山入ってるわ。砥石城。砥石城ないよね。で、これで、これは簡単に行くんですよね。1回目は。1回目は簡単に行くんですが。で、またここでしょ。で、またこの砥石城になっちゃうんで、で、決定。うん。まだ遠い市場だね。もうこうしたらいいのかな。はい。あ、本拠地消えちゃった。もうわかんないな。で、な、あ、七条、あ、出てきた七条。もうよくわかんないね。これはちょっと。あ、でこれ逆転させて決定したらいいのか。ああ、そういうことか。木曽福島で、あ、今度飯田ね。あ、こうやったらいいのか。なんだかねえだね。いちいち入れ替えてやらないといけないの、という。で、決定、はい。で、戻ると。で、これで全部1万貫いったでしょ。で、私の城は結構感じ、いい感じで。軍事、自拠点。あ、みんないったね。うん。で、53万貫あるんで。あ、いやいや、違う。はい、表情の前行って、指名伝達ね。あ、すんげえ揺れてる気がするんですけど、これ私が揺れてるんでしょうね、きっとね。誰連れて行こうかな。軍学。
半兵衛さん、正幸さん、関崎さんも、ああ、言うことないわ、これ。はい。じゃあね、お金はたんまりあるでしょ。ちょっと内政行ってもらおうか。うん。で、あなたいいです。ああ、でもあれか。ちょっと兵が足らないんだよね。でももう、儲けさせてというか、あれさせてあげてね。これどうしようかな。人もね、はい、小諸城行きましょう。うん、援軍起こってます。そこから援軍は送れません。ああそうか、もう行ってんのか援軍が。どうしよう、直轄だよね。あれ、武田さんの本拠地行けないの私。おー、武田さんの本拠地行けないのか。こっち行っちゃおうか。来そうだけどね、誰か。来そうだよね。これは絶対あの今川さん来るから。明智のみっちゃん呼んでもいいんだけど、今川潰す？小田原城なんか落ちないもんね。あ、いい時間になっちゃった。ごめんなさい。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。